熊本、そしてエクアドルで起きた地震の被災者を支援するため、タイでチャリティーコンサートが開かれました。シング・フォー・フレンズと題されたコンサート、熊本を舞台にした日台共同制作の映画に出演したタイ人の俳優らが企画し、およそ50人のミュージシャンが参加しました。コンサートで集まった寄付金は熊本とエクアドルに送られます。